皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数数学教室質問をいただきました。小学校6年生のお子さんがこの比の利用を使って長方形の面積を出す問題がよく理解できないということでした。どうしたらいいかと。で、その問題数字を書いてここに作り直してみました。長さ 120cm の針金で縦と横の長さの比が5対7の長方形を作ります。この長方形の面積を求めましょう。長方形の面積は縦かける横ですから、縦の長さと横の長さ、これが分かれば計算して求めることができますよね。そのお子さんはこの比を使うとき、この120センチをそのまま使ってね、120対いくつ割ってやってしまうそうです。そうすると縦と横だけで120センチ、ね、なっちゃうんで答えがどうしても出ないということでした。ですからこれなぞるようにしてね、長方形をなぞるようにしてどこからどこまでが120センチかを確認しましょう、ね、針金で全体120センチで長方形を作ったから、これが針金の長さだよね。長方形をなぞってください。ですからこういってここからここまでが120センチ、全部で120センチだよね。そして縦が2つ、横も2つあるから、縦と横だったらこの長さの半分になるよね。ね、こちら側が半分、こちらの縦と横も半分になる。だから縦と横だったら針金の長さは半分だから、120を2で割って60だから、縦と横だったら60センチになりますね。ですからさらに確認してください。で、ここからここまでが60センチ、ここからここまでが60センチ、合わせて120になるよね。これでいいんだよね。で、これを確認させてから数直線を使いましょうと、ね、じゃあここの長さをちょっとまっすぐ伸ばしてみようと。全体はこれ60センチだよね。縦と横だけで60センチだよね。それを5対7に分けてるから、縦が5、横が7、じゃあ全体はと言ったら5足す7だから全体の割合は12になるよね。じゃあこの12を使って比を作ってみようと。じゃあ縦の5と全体の12を使って、全体が12対5、全体対縦の長さ、これが全体60センチ対縦の長さ、求めるのを X にしようと。こうします。で、12の部分が60になっているから何倍しているかを考えようと。60割る12をやると5ですから、12に5をかけて60にしていると。だったらこの X も5に5をかければ出てくるねと。かける5と。だから X は5かける5で25と。縦は25センチ。ね。ここは25センチって分かったんだと。じゃあ横はって。ここの部分が25センチだから、引き算すればいいよねって。60-25 は35。だからこちらは35センチメートルになると。長方形は縦かける横だから、縦25かける横35で、25かける35を計算しよう。これ。お子さんには必ず筆算で計算させてください。これ計算すると875
となるから答えは875平方センチメートルだねと。このような説明をしてあげたらどうでしょう、ね。今日はお母さんの算数数学教室いただいた質問に答える形で動画を作ってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。